エルン、リラに圧倒されいく。チャンピオンズリーグ第2節、バイエルン VS アストンビラ。エメリとバイエルン、リラとコンパニー、相性最悪の相手ってわけか。ビジャレアルに負けた時と一緒のバイエルン、エメリとは相性悪い。最後に GS でバイエルン倒したのはエメリって激アツ情報をここで投下する名解説、さすが。バイエルンも強いし早いけどビラも同じくらい強い。ビラポット4なのマジで嵐で草。ビラ、プレミアであれだけ戦えているのだから不思議ではないが、素晴らしい。今更だがビラがポット4って当たるチームかわいそうだな。いやらしいビラ、ここまで耐えられて先制されるとアーセナルでも引きでもしんどい。ちょっとケインがいまいちすぎる。ケイン不調の理由をしっかり見つけてほしい。正直彼が機能してくれないと勝てない。マジで中央硬すぎるのに唯一中央のケインがこれじゃ無理よ。ケインをミュラーと変えてくれ、今日は割とただのおっさんだぞ。エミリの性格の悪さが栄光に出てるわ。